はい、皆さんこんにちは、ペストでございます。スーパー野球道24回目やっていきたいと思います。横浜最終戦ですね、6回戦ということですね。で、選手の調子を見ながら、あ、山田さん落ちたね。あ、木戸さんがまた A に戻ってるんで、で、前回中西さんだったんで、今日は山崎さんですね。こうしようか。ちょっと竹内さん今季初登板ということですね。はい、これでいいでしょう。はい、トレーニング誰が、藤田さん、河野さん。あ、河野さんは守備の人ですね。藤田さんは井上さんに、よっ、お、球数が上がった。打撃ちょっと亀ちゃん、はい、お、選球眼が上がった。おー、これはちょっと嬉しかったですね。あー、グレンさんがちょっと体力ね低めですね。サード誰で行こうかな。北川さんにしようか。で、キャッチャー、キャッチャー木戸さん、で、清峰さん3番、で、北川さん5番で、亀ちゃんの代わりに檜山さん、ピッチャー山崎さん。まあこんな感じでいいかな。はい、これでいきましょう。横浜は最終戦の始まりですね。一応これはベイスターズが高校なんで、横浜球場をイメージしないといけないはずなんですけどね。多分球場のあれがほとんど2タイプしかないんでしょうね。甲子園タイプとドームタイプと。お、和田さんいきなりツーベース。向こう誰、バックベック。おお、鋭い当たり。おお、帰ってきた。早くも先制点。あー、グレンさん引っ張ったけど、あー、よかった、息戻った。期待の北川さんなんですけど、いったよ。初回から続きますね。で、5割バッター檜山さんはセンターフライ。さあ、幸先よく先取点取りましたね。で、今日の先発は山崎さんですね。まあ、山崎さんは若いんでね、まだまだ伸びしろはあるピッチャーですけどね。アウト。アウト。調子良さそうですね。まあ、こういうとね、ヒット打たれたりとかするんですけどね。ガイ。ボウ。ボウ。ちょっと球が遠い。ああ、行かれた。横浜打線ではちょっと注意しないといけないバッターですよね。で、あー、ごめんなさい、ブラックスか。こっちは一発あるけど、ランナー抱えてなければね。あら、あー、おお、ヒヤヒヤさせるな。今日好調の木戸さんを使ってます。まあ、下位打線ですからね。平尾さんもやばいね、2割切ってる感じね。おお、ポテンヒット。さあ、ここはちょっと、おっと、ウェイティングで、走れ、2球目。おい、オッケーオッケー。スリーバントはあれかな。
まあ、送りバントしたのと同じ感じですけどね。もう新庄さんは自由に打たせます。追加点はならなかったですね。まだホームラン1点だけなんで、山崎さんの調子も何とも言えないですね。ちょっとあれかな、ストライクが多くなってきたんで、悪くはないんでしょうけどね。まあ下位打線ですからね。はい、先ほどツーベースの和田さんからですね。ああセンターオーバー。これは二塁に走れない。石見さん期待しましょう。おー、ライトオーバー。これで1、3塁。さあグレンさん頼むよ。好調の、あー残念。あー北川さんゲッツ。このチャンスは生かせなかったですね。痛いな。こういうことあるとね、ちょっと次のこの裏の攻撃が。やばかったりとかするんですけどね。もう36球、ちょっとやっぱり球数多い感じですね。4回でちょっとリリーフ作り始めましょうか。ああ、ボール球が多くなってきた。はい、4回裏。あ、これはセーフ。あー、アウトかい。木戸さん頼むよ。おお、平尾さん今日2安打。2アウトか。ああ2球目に走らせよう。まあどの道。おお平尾さん2盗塁今日。やっぱりそうですね、来年やるとすれば平尾さん1番になんとか据えたいですよね。はい、ちょっとリリーフリリーフリリーフ。まあ、この2人が勝って、弓永さんの態度がある、久保さん、田村さん、田村さん、ああ、こうですね、竹内さん、角里さん、弓永さん、田村さんをちょっとリリーフで作ります。おお、あ、よかった。あ、ブラックス。リリーフどうなったかな。まだ全然出来上がってない。マズラの小田さんですね。チェンジになったんで、もう出来上がってるかな。あ、まだだ。はい、じゃあちょっと新庄さんぐらいまで見ましょうか。お、バークレックが。タイム。新庄さんやっとヒット打ったね。ちょっと古溝さんも8回ぐらいの様子では作るかもしれないですね。ちょっと山崎さんが球数多いんで5回、6回いければ。これは大量得点の可能性が。1、3塁でグレンさん。あーおい、見逃し三振かい。
ファウル。これ点取れないとやばいね。ああよかった。あもたついてるもたついてる。はい、あ向こう先ピッチャー変えてきましたね。誰でしょうか。島田さん。はい、ボール。はい、ボール。ボール。はい、ああ残念。バッターアウト。チェンジ。しかし相変わらず貧打ですよね。阪神打線は。アウト。ボール。はい。はい。ボール。ちょっと点差があればね、グレンさんも下げれるんだけど。ボール。ボール。ボール。まあ、ツーアウトなんでね、ここまではちょっと様子見ましょう。5回まではなんとかね、投げ切ってもらわないと。アウト。チェンジ。回りますね。変えましょうか。はい。あの、回るっていうのはね、ピッチャーの山崎さんのところ。アウト。さあ、今日2安打の平尾さん。おお、3安打目。はい、はい、はい、ナイスナイス。ここで代打ですね。あ、ワンアウトか。あ、まあでももういっぱいいっぱいだったから変えちゃいましょう。うん、萩高波さん、萩ですね。通りでしたね。で新庄さんに自由に打たせて、アウト、アウト。打たせるとこうなってしまう。タイム。あーダメじゃんっていう感じですね。さあ今季初登板竹内さん。はい。アンダースローかい。おかしいな。これ竹内さんとあの川尻さん逆じゃないかい。はい、アウト。ファウル。絶対これバンプレーちゃんと調べてないね。ボール。ボール。はい、ファウル。まあでも内野かんや言うて、ああ抑えたね。さあ和田さん、おお、はい、はい、ボール、ボール。一応、はい、あれですね、ボール、一回戦このまま。さあグレンが打たんか。チェンジ。ちょっと休ませましょうグレンさん。はい、はい。ファーストがあんまり守れるのはおらんでもですけど、まあ、真弓さん行きたいね、確か。あ、これ行かれた。あ、ライトが。ブラックス足速い。あ、でも C なんですよね。走塁評価。評価というかね。はい。フォー。フォーボール。フォー。これはあれですね、竹内さんもしかすると試合壊すかもしれないですね。というかコントロール悪いね、現役時代のあれと一緒で。アウト。これ代打でしょ、鈴木貴則。ああ、そうですね。うわー、押し出し。はい、やっぱり試合ぶっ壊したね。あーあー、もう。
ボール。あ、ダメだダメだ、変えましょう。はい、ここで投げるピッチャーが一番かわいそうですけどね。これで竹内さん、今年のあのリストラ候補ピッチャーはナンバー1番手に上がってしまった。アウト。チェンジ。あー、いやー、こう今日はちょっときついですね。思ってた以上に竹内さんが打たれてしまった。向こうは、あ、もう佐々木出してくるの。ファイファイフォーファイ。あー、ズバッと決まった。ファイファイファイ。バッターアウト。アウト。わー、全然打てる気しない。イニングまたぎになるけど、ちょっと夢永さんに頑張ってもらいましょう。ファール。アウト。ボール。ボール。ファール。あんまり調子良さげではなさそうですね。ボール球が多い。アウト。まあ、打ってくれてるから助かってるって感じですね。はい。で、そういうと今度ね、ストライク2つ先行してもうすぐ追い込んじゃうんですよね。で、こんな感じで不思議なピッチャーですね。弓永さん回るので代打ですね。はい、代打。どうかな、高波さんより関川さんかな。かいかいかい。おお。ボール。アウト。あらららら。ゲームセット。負けてしまった。あ、ニュース見てお別れしましょう。久々に負けましたね。4敗目。ヤクルト中日はヤクルトが、あ、稲葉さんがそうか、ヤクルトまだおる頃ですね。はい、巨人広島は引き分けで、こちらは竹内で負けましたね。で、オリックス大栄は、あ、またなんか点の状況がおかしくなってますね。まあ、一応大栄の勝ちということで、福良さん、タイマーさんも。で、ロッテ西武は西武の勝ちですね。清原さんとか、日本なんですね。ジャクソンって誰だ。で、近鉄、あ、ごめんなさい、日ハム近鉄は、近鉄ですね。ブリトーさん。ジャムですね、ブリトーさんは、中村のりにホームラン出てるという感じですね。さあ、ギリギリまだマジック1の状態かなと思われます。では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。